西美高等学校は愛媛県松山市港町7丁目にある私立高等学校。学校法人、西美学園が経営している。創立は1901年。もともと女子校であったが2002年度から男女教学となった。県内屈指のマンモス校で全校生徒は約2000人、教職員は約200人。中国、四国地方で 最も生徒数の多い高校となっている。野球部の甲子園に優勝後、校訓が、やればできるに変更された。教室に入ると壁にかけられた、やればできるが目に飛び込んでくる。全校生徒数に対する進学比率は低い。2020年8月28日より、校内電力不足により冷房が作動しなくなったため、やむを得ず分散登校を実施。2014年に、 二年生部員、計六人が一年生部員、計十九人に対して日常的に暴力行為を行っていた。尻をバットで叩いたり、眼球や腹部への暴力を日常的に繰り返し言っていた。一年生、部員七組に喧嘩をさせ、二年生部員が干渉する行為があったことも発覚した。二年生が一年生に対して灯油を飲まそうとしたり、 カメムシを実際に食べさせるといった被害があり、日本高等学校野球連盟は、この件について、勇気の対外自愛禁止が相当とする処分案を、日本学生野球協会審査室に上申。なお、西美高等学校側は本件を受けて、畜新人大会への出場を取りやめ、日本学生野球協会による審議により処分が決定されるまでは練習など、部活動を自粛したほか、 2015年春の選抜高等学校野球大会の出場校選抜の参考となる周期愛媛大会への出場を辞退した。2014年9月9日、日本学生野球協会審査室会議が西美高等学校に対して2014年8月9日から2015年8月8日まで1年間の対外試合禁止処分とする裁定を下したことから、 2015年春の選抜高等学校野球大会及び夏の全国高等学校野球選手権大会への出場もできなくなった。さらに、この対外試合禁止の期間中に29歳の男性コーチが1年生部員の頭や背中を叩いたり殴ったりした体罰を行っていたことが判明し、このコーチは禁止処分となっている。ありがとうございます。